おはようございます。北関東電子タバコ、北関東電タバチャンネルの今日です。10月26日の朝です。はい。コットンワークやり直してます。はい。ちょっとですね、供給が昨日の晩作ったのは思いのほか供給が良くなかったんで、ちょっとコットン詰めすぎちゃいましたね。うん。コットンロール、コットンロール。まあちょっとこんな感じで朝からこうコンビニの駐車場で巻き直してますけど、巻きはしてないか、コットンだけ詰め直してますけど、よいしょ、こんな感じです。ある程度はこう、まあなんかこうウィッキングがうまくいってない時にやり直せるように、まあ普段持ち歩きの道具で、まあこういう安いハサミと、まああとは最低限ピンセットとかコットンとか、これだけちょっとこうちっちゃいポーチに入れて、まあ全部100均で揃えたんですけど、そういうのを持ち歩いてますよね。ちなみにリビルドの道具って大体皆さんってどのぐらい普段持ち歩くもんなんですかね。まあリビルドの道具もそうですし、リビルドだけじゃなくて、それこそアトマイザーとか何セットかとか持ってる人もいるのか、はたまたあのリビルドに限らず、あとはなんだ、そのモッドとかのセットの状態ですね、ベイプ本体をどれだけ持ち歩いてっていうのは普通なんですかね。私はもう基本的にもう持ち歩きは1本で、まあその日の気分でっていうのは多少もありますけど、持ち歩くセットを大体使い分けてるような、いくつか持ってってタイミングによって使い分けるみたいな、そういう持ち歩きの仕方はしてないですよね。基本的に リビルドなんか前の日の晩にある程度やっておきますし、よっぽどこういう時みたいに、なんだろうな、コットン調子が良くなかったみたいにならない限りは、普通はリビルドもしないんでしょうけど、必要ないんでしょうけどね。まあ最低限やり替えが効くように、コットンと、まあ必要なコットンワークに必要な道具だけはまたリビルドのセットは別にもうワンセットそれだけ用意して持ち歩いてますね。うん。あやべ、なんか落としたよ、なんか今落としたよ。またチャージして完了ってことですね。よいしょ。あれよっと、あれよっと、あれよっと。はい、できました。ちょっとまだ浸透してないんでしょうけど。
うん、オッケー、今日でした。